皆さんこんにちは、秋葉仁です。前回の VG-10 の時は、このアダプター、E マウントから A マウントに直すアダプターですね。こちらを付けるとですね、すべてがマニュアル操作になります。オートフォーカスも効かなくなりますし、それから手ブレ補正も効かなくなります。意外とですね、えー、まあ使い方、三脚とかに固定して使う分には使いやすかったんですね。 マニュアルとかもススッと合わせればよかったですしズームかければよかったですしただ手持ちとなるとやっぱりちょっとね、えー、使いにくかった部分があったんですそれが今回の VG20 に関してはこの E マウントから A マウントに変えるためのアダプターが売ってますよねこのようなアダプターですねこれが LAEA2 という新しいタイプのマウントになりますこれ外してみるとですねレンズを外すと 分かりますかね中にね、ミラーが入ってるんですよ。それで、これで、ここにポッチキみたいのがあるんですけど、これでオートフォーカスを合わせていくような感じですね。こいつで15点の AF を操作していくような形になります。こういうふうにレンズをはめて、VG20 にガシャンとはめると。そうするとですね、今回からはオートフォーカスが使えるようになります。なので、意外といろんなレンズが、 使えるので、え、かなり便利になりますよね。ただ、どうしてもレンズの駆動音がします。これはマイクで拾ってしまうので、外部マイクで違う風に撮るしかなかったんですね。ただですね、これがですね、このマウントをはめることによって、えー、外だったら全然気にならないんです。だけど、室内でしかもこういうね、ちょっと薄暗いようなお店の店内に撮るときには、若干暗くなるんですよ。 なんでかなと思ったら F 値が3.5から始まるんですね。これに例えば明るくしたいからと思ってレンズをこのような2.8のレンズを使っても3.5からのスタートになっちゃうんです。だからあとはもうねシャッタースピードとかそういうんでね合わせていくしかないんですよ。だから若干ここがねあれかなと思うんですよね。前回のアダプターは本当にアダプターという感じでした。中はもうほら筒なので空洞です。 今回はここにミラーが1枚はまってるという感じですね。このアダプターも当然20で使えます。もちろんオートフォーカスは効かなくなってしまうのでマニュアルにはなってしまいますが本当に暗い室内とかで撮るような時にはこの A マウントのアダプターを使って2.8とかのレンズをつければかなり明るく映ります。ただ全部がマニュアル操作になっちゃうっていうだけですね。ただしこの LEEA2 というタイプのアダプターは前回の VG10 には使えないみたいです。オートフォーカスとかは全然効かないです。なのでなんかねファームウェアを12月だかなんかにファームウェアが出るらしいんでそれをやると,、えー、とオートフォーカスは使えるような話があるんですがちょっと定かではないですね。なのでちょっとここがねあの F 値がどうしても3.5からのスタートになってしまうようなところっていうのは。 ちょっと改善していただけるとありがたいかなと思うんですけどただ、えー、まあ E マウントのフォーカスにはかないませんけどもスピードもかなりありますので普通に使う分にはもうね全然問題なく使えます特に外だったらいろんなレンズでいろんなことできるのでこの可能性っていうのはすごく大きいと思いますいややりましたね今回ねソニーねこれね どんだけかなと思ってあんまり変わんないのかなってね思ってたんですけど使ってみるとねかなりいいですただですねこのようにマウントをはめることでオートフォーカスも使えます15点 AF で使えますからいろんな遊びができます当然絞りも変えられる一眼レフの動画これの高級版っていう感じですねただ一つだけ難点は手ぶれ補正は効かないんです なのでかなり手持ちでいくとガツンガツンの画像になってしまいますしかしこれをステディカムのマーリンだとかに載せてやばいですこれオートフォーカスにして例えば街中で被写体がいて歩いているところを撮るんだとかなりね綺麗に撮れますよこれレンズがしかもいろいろ変えられるんですよ僕なんかもこれ今つけてるのが1 0リから2 0ミリっていう広角のレンズなんですよねこういうほら広角のレンズでしょ これでね、ステディカムで被写体を追っかけながらやると素晴らしいですね。前回、α77 でステディカムに乗せて試したいとかもしてたんですが、これでやったらね、もうたまんなかったですね。この次回ね、このこいつをステディカムに乗せて撮ってる模様もちょっとお送りできればと思うんですけれども、いやー、これね、ほんと遊び心満載ですね。 なんでももれそうな気がするもんね当然写真も撮れますよ一眼レフと同じ感じなのでねこれは面白いです今回の改善点でかなり良くなってるのでこれとね α77 と持ち出したらもう天下無敵ですよね何でもできそうな気がしますいかがですか是非おすすめですで,したではまた